今朝、土佐市の市街地にイノシシが出没し、女子高校生を含む女性3人が足を噛まれるなどして怪我をしました。イノシシは現在も捕まっておらず、警察は万が一発見した場合は不用意に近づかないよう注意を呼びかけています。午前6時50分ごろ、土佐市の住宅の監視カメラが捉えた映像です。奥から走ってきたのはイノシシ。今日、土佐市内で3人の女性に怪我をさせたイノシシとみられます。土佐警察署によりますと、最初に通報があったのはベーカリーショップの前でした。イノシシはこちら南の方からやってきて、こちらで女性を襲ったということです。体長1メートルほどのイノシシが現れ、女子高校生を襲ったといいます。女子高校生は左太ももや両肘に怪我をしました。ここで開店準備してましたら、そちらからなんか大きなものが走ってきて、そのまま止まらずに、そこの、信号の下ぐらいにいる女性の方にそのまま突っ込んでったっていう感じ。そうですね、犬が走るぐらいのスピードで、体長も体高も結構あって大きい虫でした。多分うずくまってたような状態になって、でそのをまたこう何回か頭突きをしているような状態でした。足から血が出てました。その5分後、今度はおよそ350メートル離れた場所で40代の女性が襲われました。子供は怖いけんのね、まあ、そんなのは初めてやけね。イノシシは車に体当たりを繰り返しながら逃走。車3台がイノシシと接触したということです。車に乗っていた人たちに怪我はありません。そして午前7時26分ごろ、今度は土佐市民病院に。ここでは70代の女性が両足を噛まれ怪我をしたということです。土佐市内では警察官や市役所の職員たちがパトロールを強化、防災無線で注意喚起をするなどしました。子供がいる親からも不安の声が聞かれました。アプリであったのと放送がずっと鳴ってました、一日中と。不安ですね、小さい子供がいるので。小学生の子とかの登下校とかがちょっと心配ですね。警察や土佐市はイノシシを見つけても不用意に近づいたり刺激したりせずに、警察や市役所に連絡するよう注意を呼びかけています。連絡先は土佐警察署が0888-852-0110、そして土佐市役所の産業振興課が0888-852-7656です。